アクションゲームっぽいんですよね、これ。あ、なるほどね。シンプルやなぁ。あ、これ全部これ、あれすりゃいいんや、道を。あれみたいなもんやな、シティコネクションみたいなもんや。全部こう道を作ればクリアってことかい。作るというか、踏めばいいっていうかね。これ敵倒せんのかな？倒せないか。よし。ああ、やばいやばい。ああ、やられた。やられましたね。ああ、最初からなんの、これ。結構難しいな。なるほどね。マイナーか。確かに。ああ！高いとこから落ちても死ぬんや。音楽ないんですね。かなりなんかスーパーカセットビジョンのかなり初期のゲームっぽい感じがしますけどね。遅くなるんやね、これ取ったら敵の動きが。あ、取れるんか、無敵かな。あ、戻っちゃったやんか。あれ、青い時だったら多分ね、倒せるんかもしれないですね、今のね。おそらく。あ、この時行けば多分倒せんでしょう。もう倒せますね、やっぱりね。そういうことでね。あ、戻っちゃったな。その時がチャンスですね、多分ね。無敵の時に。なんかマリオにちょっと似てるけどな、これ。この時に倒すんですね。倒してあれしないといけない。はい、シロックマンです。はい、バトセラーですね。続きやってるとこですけど、はい。はい。これ何やったっけ？マイナー2049というゲームをやってるとこですね。はい。スーパーカセットビジョンのゲームですね。すごく貴重ですね。貴重なスパカセのソフト。ああ、やだ。やっぱね、高いとこ落ちたら死ぬんですね。あかん。この時にあれしないあかんねんけどな。超シンプルなゲームなんですけど。これね、道を全部ね、通過すればいいというやつですね。はい。下のまだ道取ってないな。あーあ、死んだかと思ったけどな。高いとこから落ちたら死ぬからね。あれは大丈夫なんや。超シンプルやな。ちょっとね、使い慣れないタブレットで今撮らせてもらってるんで、ちょっとね、動画がぼやけたりしてると思いますけど、これどうすんやろな。なんかあれ、うんこにも見えるな、あの敵。で、この時に取るんですよね。あー、しまった！ゲームエンド。はい。もうちょっとで一面クリアやったのにな。つか、反対側に回ると思ったら落ちるんや、あそこ。ちょっともう一回やってみましょう。僕の家のね、部屋のちょっとね、丸見えになっちゃってますけど、すいませんね、今は昼間ですからね、パソコンでゲームやってるから余計に、僕の部屋丸見えになっちゃってますけど。アイテムを取ればとにかく敵が
青くなるって敵倒せるようになるってことですね。あぶね。あーでも青くなってるから大丈夫。ああ難しいなこれ。落ちるときがね、難しいんですよ。これ一面ですらもう激ムズやな、これ。せめて一面クリアして終わりたいとこあるんですけど。一面でも結構激ムズやな。シティコネクションみたいな感じで、こうやって道をね、埋めていくっていうか。で、アイテム取れば敵が多くなるんで、その間に敵倒せるっていうね。ああ、しまった難しい難しい、操作が結構シビアですね、これ。ちょっとしたら落ちるんですよね。少し、ちょっとのあれで落ちるんですよ。かなりシビアですよ、これ。だからこの端っことかも落ちるんですよね。向こう側にこうね、回るとかって思いがちですけど、昔のゲームですから。落ちるってことですね。ここも落ちるんですよね。気をつけないと。ギリギリのところでね。こうやって。で落ちるんですよね。あ、やばいよ。危ね。今危なかった。ここも気をつけなきゃ落ちるんですよね。ああ、そこでやばい。復活するんかいよ、惜しかったな。もうちょっと一面クリアやったのにな。一面でこの激ムズさ。これ絶対この敵は倒さないとここ無理やな。倒さんとあそこは無理やな。絶対無理やと思う。ここちょっとこうね、微調整難しいですよね。敵もね、青いと思ったらすぐ赤くなるから怖いんですよ。復活しよるからすぐに。よし、もう今、もうすぐ、もう取ったらすぐ行かないと。よし、行った。さっきね、これ向こう側行くと思ったら落ちたからな。それでやられたからね。これハンマー取ったら多分攻撃できるんでしょうけど。これでクリア、やっとクリアした、一面。はい、二面ですね。いや、これはなかなか。あ、エレベーターみたいになってんの、あれ。あ、そうか、そうか。あそこどうやって取るんやろ、じゃあ。ジャンプしなあかんってことかな。あそこ、ここジャンプしないと、こうやってジャンプしな。あ、ジャンプするってことか、やっぱり。で、これ、取ったら敵が多くなるから、で倒すと。ああ、そうか、そうか。あそこ行ったら落ちるようになってるんや。ジャンプしないと。こういうことか。ああ、そうか、勝手に降りるのか。これジャンプするんですね、こうやって。登るんですね。怖いな、倒しちゃうか、こいつ。あのスコップみたいなの取って倒すしかないな。これジャンプできるか。いけるな。これ取ろう。これ取って倒そう。はい。おお、びっくりした。
ああ、そうか。折れてまうのか、そこ。びっくりするな、あれな。死ぬんかなと思ってしまうよな。はい、これで、あと。ああ、そうか。あそこジャンプしなあかんのか。忘れるわ。超シンプルなゲームですね、ほんと。さっきこの下のやつ取るか。こう取っちゃうか。ああ、そうか、そこも、そうか、一回か落ちるからな。ジャンプしないかんのか。それが難しいんですね。こっからじゃあ行った方がいいな、この、はしごから。こうやって行った方がいいってことや。で、ここはジャンプしなあかんのや。それで降りるんですね、そうじゃないと。こうやって、うん。ここもジャンプしなあかんってことや。よし、クリアした。はい、3面。敵は基本的に、死んだかと思ったけど大丈夫やった。この高さは大丈夫なんですね。これエレベーターがついてるのか。なるほど。残機増えてますね。あ、なるほど。こういう感じで登れるわけや。シンプルやな、これ。でも面白いですよね。ああ、これは死ぬんや。あれはエレベーターで行かなあかんねんね。これな、取ったらまた最初からになるからね、死んだら。上がってきてくれるんや、わざわざ。エレベーター。ああ、しまった。ああ。難しい。いやー、面白い。これもめちゃめちゃ面白いわ。名作です、これ。やばいやばいやばいやばね。こんなに熱中するぐらいですから。ほんと。これ、レトロゲーム好きにはたまんないですよ、これ。スーパーカセットビジョン。ああ、危ね。死ぬかと思った。あ、上行けないのか。あそこはエレベーターで行くしかないとこだよな、多分。こいつを倒して、はい。エレベーターで行くと。はい。基本的にジャンプで行こうと思わない方がいいってことやな。最後の残機ですもんね。ああ、こいつ倒すの大変やな、これ。アイテムないやん、倒すアイテムが。いけるかな、これ。うお、怖い。いけた。クリアしました。はい。4面です。これは難しそうやな。だってこれ、あれやんか。なんつうの。道が短いから、ちょっと操作ミスしたら落ちるもんな。怖っ。ああ、やばい。死んだ。ゲームオーバー。はい。いや、終わります。